パークのところにはすでに2人寄っています。逆サイド竹内が空きました。足りない部分というのはねあったと思うので今日は気持ち入れ替えてますよね。ただカークのリバウンド、この時間帯強いバスケットカウント。そしてここでベクトンが入ってきました。ないところからシュートというのが光ってるんですよね。そうですね、あのノーマークは確実にね入れて、いくようになりましたからね。一方安藤抜けていった。そしてバロー、ここではついていってる横浜。フォーファールベクトン対カーク、ダブルチームいく。秋山スリー決まりました。ワンポゼッション差。今試合終了です。横浜 B コルセアーズ対アルバルク東京、ゲーム2は72対65。